今日こそ勝ったと思ったのに、なんでいつもいつもあなたが一番なのよ。ずるいわ。部室、男女が一番に来てみんなを出迎えたいのに、いつもあなたの方が先に来てるんだもの。ホームルームが終わったら全速力で部室に向かってるはずなのに、どうして勝てないのかしら。わかった、あなた部室に住んでいるのね。それなら全てに説明がつくわ。ずるい、男児も部室に住みたい。ん？でも歩があなたと同じ団地に住んでるって言ってたような。まさかテレポート？何よそれ、すごくエキサイティング。男児にもやり方を教えなさい。じゃあ何？どんなトリックでこのランジを出し抜いてるっていうの？呼び止められたら、あ、そういえばここに来る途中、ランジュのファンと握手や写真撮影をしたわ。悔しい！勝利のチャンスをみすみす逃すなんて。これからは誰に呼び止められても絶対止まらな。いえ、それはダメよ。ファンを無視するわけにはいかないわ。別の方法を考えなくちゃ。何笑ってるのよ。ランジュはまだあなたのことがよくわからないわ。偶然の勝利を何度も引き寄せる力だって。それこそずるじゃない。でもそうするしかないのかしら。あ、してないわ。誰かも